アイリスオーヤマ、アイリスオーヤマ株式会社 A、イリソヒャマインクは家庭用プラスチック製品の製造と販売を主業務とする宮城県仙台市青葉区に本社を置く企業である。2000年代からは家電事業に力を入れ、2012年からは大手家電メーカーでリストラにあった優秀な技術者を大量に採用し加速させた。 大阪府東大阪市で在日韓国人2世である大仙森友が創業したプラスチック製の養殖用分野育苗箱を作っていた町工場である大仙ブロー工業を1964年に森友の救姓に伴い大山健太郎が19歳、出来継ぐ。1971年に法人化して大仙ブロー工業株式会社へ改装。その後1972年に 宮城県南部に新設した仙台工場、現大河原工場を主力工場とし、発祥の地である東大阪の工場を閉鎖。1989年に本拠地を政令して都市以降間もない仙台市へ移転し、1991年に現社名へ改称する。家庭用プラスチック製半透明収納ケースの販売数量が爆発的に伸び会社が大きく成長。 家庭用プラスチック製品の製造販売を得てとし、業界国内採用手で利益率は極めて高い。現在はプラスチック製品を主に収納やインテリア用品、園芸用品、ペット用品、日用品、生活家電、LED 照明、資材などを取り扱う。ホームセンターなどに様々な製品を納入するほか、ネット通販企業にも商品を納入する。 毎年1 0の新商品やモデルチェンジ品を生み出す。日本国内6社、中国3社、アメリカ2社、ヨーロッパ1社、韓国1社にグループ企業がある。2012年、家電部門を一気に拡大する。当時、日本の大手家電メーカーは海外勢との競合に敗退し、大規模なリストラを断行していた。大戦はこれをチャンスと捉え、東芝、シャープ、 パナソニック、産業電機など一般に大手家電メーカーと呼ばれる企業で職を失った優秀な技術者を大量に採用。自社の持つアイデアと彼らの持つノウハウをミックスしようと考えた。例えば、シャープでエアコンのエキスパートだった元社員はスマホを使って誰でも簡単に遠隔操作できるエアコンを開発、ヒットさせた。他製品でも同性能なら、 大手他社の半値程度で売り出し、シェアを拡大させた。毎週、商品開発会議が模様され、その場で様々なアイデアが出されるが、アイデアよりも重要な判断基準は価格であり、客が寝頃と感じる価格にできるかが、製品化の絶対条件となっている。業界最大手の企業であるが、会社法上の大会社の要件である、資本金5億円以上、 負債二200億円以上は満たしておらず、税法上も中小企業者に分類される会社である。ただし、有限責任監査法人東末による任意監査は実施されている。仙台市に本拠を構えるプロスポーツチームと結びつきが強く、2004年より、ベガルト仙台のメインスポンサーとして、ユニフォーム胸部分に2009年からは東北楽天ゴールデンイーグルスのスポンサーとして、 ユニフォーム左胸部分に、それぞれ企業ロゴを刺繍させている。また、仙台フィルハーモニー還元学団も支援している。2012年8月に、旧仙台3話ビルディングを全面リニューアルしたアイリス、青葉バビルが開業し、5階から8階のオフィスフロアに、グループ会社、大山の事務所、地下1階に、アイリス製品も取り扱う、シンプルスタイル仙台店が、青葉区。 北目町の旧店舗から移転して入居している。アイリス大山は3年以内に発売された新商品が販売中の全商品の5割以上の割合にすることを目標を掲げている。2017年5月時点では新商品の割合は62%であり目標を達成している。年間1000点以上の新商品を毎年開発。 発売していることになるが、企画から新商品発売までの速さは、他社の2倍の速さになると、アイリスオーヤマの常務取締役、研究開発本部長は語っている。社長をはじめ、経営陣、各部署の関係者、約50人を前に新商品企画のプレゼンテーションを行う、新商品開発会議が週に1回開催され、企画の可否が決定される。また、 伴奏方式と呼ばれる商品開発、知的財産、応用研究、品質管理、生産技術といった通常なら順に行われる各部署の作業が同時並行で行われることも新商品発売までの期間を短くすることに貢献している。2013年家電事業強化に伴い関西を拠点にしている電気メーカー元技術者の雇用目的で大阪 r d センターを設立するスポンサーは原則として全国ネット番組のみであり、宮城県道カル番組のレギュラー提供番組はない。大阪発祥の企業であるため、大阪製作の番組のスポンサーになることが多い。かつては JCB クラシック仙台6月第1週の日曜日放送の最終日の番組提供も行っていたが、 仙台放送発富士テレビ系列全国ネットであり、ローカル番組の提供は今のところない。2006年は月4日夕方4時5分から5時40分まで放送。2006年8月は自社製シュレッターによる幼児の指切断事故のため、提供クレジットを自粛し、お詫び及び交換を流す CM に差し替えられていたが、同年9月より通常のテレビ CM 放映を再開している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。